こんにちは、野村です。今までですね、ギターを弾いてきた中で、例えば友達とか、親類関係にですね、ちょっとなんかギター弾いてみてよっていう風にですね言われたことはないでしょうか。まあ、そこでですね、いきなりこうソロを弾くわけにもいかないので、まあ、なんかじゃあブルースでも弾こうかと思ってですね、まあ、例えば、こんな感じでこういうですね、普通の3コードのブルースをいきなり弾いてしまったりするとですね、まあ、聴いてる方はふーんっていう感じで終わってしまうってことがね、よくあるんですが、そこでなんかこうもう少しこうジャジーな、大人の雰囲気の、曲をポロッと弾くとですね、まあ、例えばですね、こんな感じのですね雰囲気のものをポロッと弾いたりすると、まあ、相手もへー結構うまいじゃんっていう感じでですね、全てがこううまく収まるっていう感じがしますね。そこでですね、例えばジャズっぽいものをやりたいなと思って、本とか、買ってきたりしますよね。で、まあ、例えばこう開いてみた時にですね、まあ、理論だとか、コードがやっぱりもういきなり難しいと、そこでこう、まあ、やりたいんだけど、保留って言ったケースがですね結構あると思います。そこでですね、このビデオでは、まあ、題名の通り理論のいらないジャズギターという形になってまして、まあ、理論とか、まあ、とりあえずは大事なんだけど後に回してこれだけ、知っておけばですねそういう雰囲気で弾けてしまうっていうのをですね、やっていこうと思います。それでは、頑張っていきましょう。ジャズっぽく聞こえる弾き方です。まあこれはですね、コードよりも先にですね、右手の方の、フォームとか、ピックの使い方を簡単に説明したいと思います。まずはですね、大きく分けて、まあ、普通でいうこういうピックを使った弾き方ですね。それと、ピックを使わずに指だけで弾く、もう一つはピックと、残りのこの3本指を混ぜて弾くっていうことですね。じゃあそれはですねちょっと詳しくやってみましょう。まずはですね、ピックを使って弾きましょう。これはまあ普通のギタリストもですね、普通にやってるんですが、音的な部分でですねこんな感じです。音の粒がですね立つっていうか音がしっかりと出てくれるっていうのがこのピックの特徴になってます。まあこういう感じの音ですね。ピックと違って、非常に柔らかい音になってます。これはですね結構ジャズでも、多用されますので、注意してみてください。で、こちらのフォームなんですが親指と、まあ、親指は常に5、6弦を中心に弾きますのでこういう形ですね。そして、人差し指、薬指、中指、まあ、この3本は親指よりもどちらかというとこう後ろ側に来る感じですね。こういうフォームになります。で、これがですね同じ位置に来てしまうと、まあ、フラメンコスタイルって言ってですねこう浮かして弾くポジションになってしまうので、できるだけ手首は、ブリッジの上あたりに置く感じですね。まあ、いつでもこうミュートがかけれるような感じですね。こういうフォームが、理想的になってます。最後に、ピックと、指の併用なんですが、まあ、ピックはこう普通に持ちますよね。で、残りのこっちの3本で、下の弦を弾いてあげるって形になります。まあ、例えばですね、こういう形ですね。これに対して、まあ、ちょっと親指も使いたいといった場合には、まあ、小指でこう挟んだりとかしてですね、ピックを隠してあげるっていう弾き方ですね。こういう形になってます。まあ、結局はですね、好みのスタイルになるんですが、おすすめとしては
ピックと指を併用して使うタイプですね。そうすると硬い音を出したい瞬間とかですね、柔らかい音を出したい瞬間、その場の雰囲気に応じて、こちらのピッキングを変えれるという形になりますので、まあ、これは、ジャズ以外でもいろんなロック、フュージョン、他のさまざまなですね音楽に、使えますので、ぜひ、試してみてください。美味しいテンションコード、まあ、これはですね、まあ、理論的にはいろいろ難しい話もあるんですが、まずはこれだけは覚えておくとすごい便利だよっていうのをですね、各、コードフォーム、例えば6弦ルート、5弦ルート、4弦ルートとかですね、それを、パターン別に分けて紹介していきたいと思います。まず、6弦ルートのコードフォームからやっていきます。まあ、今回は基本として、G のコードを使っていきたいんですが、こちらがですね、その G の基本的な押さえ方です。まあ、音的にはこうですね。このですね、小指部分を外しますと、まあ、こちらで言うとこうなりますね。これがですね G にとってのセブンスなので、これで G セブンスということになります。で、まあこう全ての弦をですね弾く必要っていうのが、まあなかなかなくなってくるんですが、省略系のコードの押さえ方をちょっとやっていきたいと思います。まずですねこちらなんですが、5弦と、1弦は省略しちゃいます。まあ弾かなくて OK なんですね。そうするとこういうこれだけが残るんですが、ここの6弦3フレットのこの G のルートの音ですね、これは、親指で押さえます。こうですね、押さえ方的にはこうなります。まあ、こういう握るタイプはですね結構ロック系の人に多くて、ジャズ系の人の場合だとこういう押さえ方ですね。で、握った場合ですと、何ができるかというとですね、こういうハンマリング、プリングとかですね、そういう作業ができるんで結構ブルース向けっていう省略になってます。まあこれはどちらでも OK です。こちらでも。で、ジャズの場合はですね、なんでこっちが多いかっていうと、こう移動が結構多いんですね、コードを弾いてるときに。で、例えばこっちで押さえた場合、こうやって移動するんですね。こちらで押さえた場合、こういう移動の仕方がですね、非常にスムーズにできるっていうので、ジャズ系の人はこっちをよく使ってます。次に、G9 をやってみましょう。まずこちらなんですが、先ほどセブンスの場合こちらにありましたよね。で、ナインスの場合はナインスがここに来てます。なので、G のルート、セブンス、ナインス、フィフスっていう形で並んでます。まあ押さえ方で言えばですねこういう感じで、まあ、軽くですねこう握ってしまうっていうのが、押さえやすいかもしれないですね。6弦ルートで、最も重要なサーティンスです。こういう押さえ方ですね。ルート、セブンス、サード、サーティンス、この音がサーティンスになってます。まあ音で言うとですね、なんかもういきなりこう雰囲気出ちゃってますね。これのですね、1弦部分、ここにもですね G ルートと同じ音があるんですが、これを、弾いても OK です。まあ弾かなくても、これはまあ、雰囲気によって、使い分けるっていう形で、まあ、基本はこうかなという感じになってます。今説明しました、G サーティンスのコード、このサーティンスの音を半音下げますと、これがですね、G セブンスカッコフラットサーティっていうコードになります。ちょっとややこしくは、なってきたんですが、これですね、イコール G セブンスオーギュメントっていうことなんですね。これは、このコードがどちらも同じ音ですよっていうことなんですが、まあ、ちょっと呼び方が違ってます。まあ呼び方の違いっていうのは、サーティンスからこう半音下がりましたよって言った時にはこっちを使うんですが、まあ、ここが実は5度の音なんですが、5の
5度の音を半音上げてくださいって言った場合には、こちらの G7 スオギュメント、まあ、どちらも同じ音では、あるんですが、そういう違いが出てきてます。このオーギュメント、AUG って書いてありますが、正確にはまあオーギュメンテッドっていうふうに呼びます。まあ、他にはですねプラス5っていうふうに書いたりですね、する表記もありますので、全部同じコード名ですよっていうのは、間違えないようにしてください。